にちは。経営コンサルタントの長野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてね、一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画を見ることはできません。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。1枚600円です。 LINE でお申し込みください。令和2年6月3日水曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。最近暑いですね。特に今日は昨日よりも暑くてですね、まあ、朝からエアコンを見てますね。特に1階のですね、台所キッチンですね、キッチンというか、まあ、台所ですね、いろいろ食料がねあるので、いろいろ腐ってしまうんでね、野菜とかね、いろいろ外出したりもあるんでね、朝からエアコン入れてますしですね。で、私の方はね、2階にいるんですよね。2階は扇風機でまだね頑張ってます。エアコンね早く入れすぎちゃうとね、体調が悪くなってですね、風邪ひいたりね、余計なことになりますんでね。そして今日の千葉県松戸市はよく晴れてました。今はね、時刻は夕方の4時5分ですね。はい、もう少しで夕方になりますんでね、家族を松戸駅まで迎えに行ってですね、夕飯を作るという日課が待ってますよ。本当にね、このご飯を作ったり洗濯したりお掃除したりってね、家の仕事は本当に骨が折れますし大変なんでね、本当にね、この仕事をしてる人はね結構大変かなと思いますね。で、今日のお題なんですけれども、まあ、ノアプラチナム、ノアコイン、まあ、ノアプラチナムっていうんですかね、仮想通貨をお持ちの方はね、ちょっと、まあ、緊急事態ですね。6月15日月曜日までに新たな作業を行わないと、また出勤できなく恐れなくなる恐れがありますということでね、マジって感じで、またかいということでね、もうめんどくさくなってきましたでしょ、皆さんもね。ただまたやらないとですね、いけないということで、何の話ってことなんですよね。で、まあ以前からですね、私の、夜のですね YouTube ライブを見てくれてる方は、ライブの中で少しお話ししたので分かってると思いますけれども、カストディアンウォレットって言って、今まあ、カストディアンウォレット SNS 認証してくださいいろいろありますよね。で、まあ、ノアプラチナムをウォレットに入れてますよね。 BTC NEXT 取引所には入ってないですよね。 BTC NEXT 取引所に1回ノアコイン入れて、そこでノアプラチナムに変えて、そっからウォレットに入れましたよね。あれカストディアウォレットっていうんだって。で、仮想通貨姉妹の動画をね見たんですよ、私ね。通貨姉妹、仮想通貨姉妹って入れると出てくるんですけど、まあ6月15日引き出せなくなりますと、まあ、だからこのノアコインでもいいですよ。ノアコインって入れてね、これは YouTube の検索ですよ。で、仮想通貨姉妹こうね見たんですよね。で、ちょっとまあ動画止めといてですね、まあ要はですね、ここのもっと見るのとこ押すとですね、ノアカストディアンウォレットって、皆さんノアカストディアンウォレットの中に、ノアプラチナムが入ってると思うんですけども、まあ、ここ押してください、このね。で、一応その仮想通貨姉妹の、この動画解説欄のノアカストディアンウォレットって、これ今押したんですけど、一応これはですねコピーして、私の YouTube 動画の動画解説欄の一番上にも貼っときますから、コピーしてね。いちいちこれ仮想通貨姉妹を検索しなくても大丈夫なようにします。
そして皆さん、このこれ覚えてますか、これこれね、ありましたよね。でこれカストディアウォレットのメールアドレスとパスワードって皆さん忘れちゃったかもしれないですけども、これね、メールアドレスですね。私は Gmail っていう Google メールにしてあります。そしてこれはですね、まあ主に BTC Next のメールアドレスとパスワードとまあ大体同じものに してました。でノートに書いてあるんでね、私はパスワード今から入れますね。一つ、まあ、大文字、まあ、大文字と小文字と数字の組み合わせですね。はい、これで入れました。でメールアドレスとパスワード入れてログインですね。はい、そうしますと二段階認証なんですね。でこれ今メールに来るんですよ。で私今 Google メールで登録したので、 Google メールを見ると、まあ、Yahoo メールだったら Yahoo メール見てくださいね、届きますから。これでですね、これでやるとですね、さっき入ったんだよね、このノアトークンの認証で出てくるんだけども、はい、ノアトークン、これですね。で、ここにですね、4、これ見えない？大きくしようか。4KYQ って書いてあるでしょ？で、これをコピーして、で、ここのとこにね、ここに、貼り付けてあるんですよ。で、確認する。そうすると、カストディアンウォレットなんか入れるわけですよね。入りましたね。ちょっとちっちゃくしようか、画面ね。ちょっとごめんね。こんな感じか。そして私は今、ここ、今 0.29 円ですね。で、私が今持ってるノアコインは、ちょっとわかんないですね。1394ノアコインじゃないよね。これは、ビットコインに返金できるやつじゃなかったかな。ちょっとわからないんですが、どうなってるのかね。ごめんなさいね。で、これでですね、どこを見るのかと、どこを見るのかってことなんですけども、ここです。ここ。情報を確認する。で、これね、読んでみると、ノアホルダーの皆様、まあ、ノアコイン持ってる、ホルダーっていうのはキーホルダーのホルダーと一緒で、キーを、まあ、持つってことですよね。ノアホルダー、ノアホールドするって言って、まあ、捕まえるってことですよね。ノアコイン持ってる皆様へご案内、ノアウォレットのセキュリティを向上させるため、ノアウォレットってのはこの画面のことね。向上させるためにノアウォレットアップグレードとユーザーのサポートを追加します。6月15日以降すべての操作と引き出しはメッセンジャー、LINE かテレグラムと BTC NEXT アカウントを確認した後にご利用になりますということで、まあ、ここを押すんですね。ここね、ここを押すと YouTube が見れるんですよね、まずね。でこれこんだけしかないんですよ。やるのはまあ至って簡単なんですね。でまず上から、親愛なるノアサポーター、6月15日からすべての引き出しはメッセンジャーおよび BTC NEXT アカウントを承認したユーザーのみに適用されますと。6月15日からノアを BTC NEXT に引き出すするには以下のガイドに従ってくださいなので、まあ、6月15日までにやらないとノアコインがなくなるってわけじゃないんですよね。6月15日以降ですね、まあ、ノアコインをまあ引き出してビットコインに変えるとか、まあ、そういうふうにやるためには、この作業、まあ、例えば BTC NEXT アカウント接続するとかね、まあ、これの作業が必要になるということなので、6月14日までにやらないとノアコインが全部なくなっちゃうってことではありませんね。で、ここ今すぐマニュアルを見るってことで YouTube が出てくる。ノアシティカストディアンウォレットの上部に表示されている
出勤確認認証の設定方法を解説します。さっき押したよね。この設定を行うことによりウォレットのセキュリティ向上のためのアップグレードとユーザーサポートが追加されます。また6月15日以降は全ての操作と引き出しがテレグラムや LINE などのメッセンジャーアプリと BTC NEXT アカウントを確認した後利用可能になりますということです。基本的に一つのカストディアンウォレットアカウントに対して一つの BTC NEXT 取引所口座とテレグラムか LINE の1アカウントを紐付けします。複数アカウントをお持ちの方は公式サポートへ直接ご相談ください。この操作は2020年6月15日までに行う必要があります。テレグラムでの設定はすぐに反映され簡単だし、テレグラムが採用している2つの暗号化システムはセキュリティ的な信頼が高いそうなので、テレグラムでの設定をお勧めします。はい、この操作を始める前にテレグラムアプリをインストールしてアカウントを作りログインしておくとスムーズです。また LINE での登録をお考えの方は LINE の設定画面でプライバシー管理からレターシーリングのチェックマークをオンにして高度な暗号化を有効にしてください。それでは設定操作を始めます。画面の情報を確認するボタンをクリックまたはタップしてください。ソーシャルネットワークを接続するページに切り替わります。操作方法がわからない場合は操作ガイドのムービーを見て一連の流れをご確認ください。今すぐマニュアルを見るボタンをタップすると YouTube で動画が再生します。ムービーの長さは9分程度です。1番の BTC NEXT アカウントに接続するボタンをクリックまたはタップしてください。画面が切り替わります。切り替え中の画面が少し長い時があります。切り替え中に蒸気のような画面が出ますが、すぐに次の画面に切り替わりますので、そのままお待ちください。BTC NEXT のログイン画面が出てきます。E メールのところには、BTC NEXT に登録してあるメールアドレスを記入します。パスワードのところには、BTC NEXT にログイン用のパスワードを入力します。すでに入力されていることもあります。メールアドレスとパスワードの入力が済んだらログインをクリックすると画面が切り替わります。画面が切り替わると BTC NEXT 取引所との紐付けが完了です。この画面は自動で元の画面に切り替わります。しばらくお待ちください。元の画面に戻って1番のボタンが BTC NEXT アカウントに接続されましたとなり緑色に変わります。はい、ということでですね、今この1番目のねすぐマニュアルを見る押したんですね。そしたら YouTube が自動で開始されたわけでございますが、まずは1番目の BTC NEXT アカウントに接続するってログインするってことですね。ログインすると、まあ、このカストディアンウォレットと BTC NEXT が結びつきますよってことですね。でこれは私 Gmail でパスワードは、ちょっと待って、パスワード忘れちゃった人いますか。パスワード忘れたらね、forget your password ってここあるんで、これ押すと、多分メールでですね、なんかいろいろ届くと思うんですね。パスワードをリセットしたから、
また新しく登録してくださいとかね。でこれでログインですね。これで終わりですね。ログインできれば紐付きますよってことですね。正常に接続されましたって書いてあるので、 BTC NEXT とこのカストディアンウォレットが紐付いたということなので、ここがね緑色に変わって、これは終わりですよと。次にですね、テレグラムかあの LINE どっちかをやってくださいねってことなんですよ。で終わり、それで終わりなんですね。でこれは関係ないからね、資産引き出せるよってことなんだけど、で僕ねテレグラムやった時ないんですよね。で昨日の夜のね、私の YouTube ライブで、このカストディアンウォレットとそのスマートフォンの携帯電話番号を紐付けなくちゃいけないって僕は言ったんですけど、それは違いました。間違いでした。このテレグラムのアカウントを作るときにスマートフォンの電話番号が必要だと。まあ LINE もそうなんだけどね。まあ、それの間違いでした。で、テレグラムアカウントってね、僕持ってないんですよ。だからちょっと今作ろうかね、悩んでるんですけど。テレグラム。あれ？テレグラムインストール方法や、これどうやって作るんですかね。テレグラムっていうのはスマホなんですかね。メインは iPhone、 Windows テレグラムってあるね。 Windows テレグラム飛ばないですね。ああ、テレグラムメッセンジャーっていうアプリをですね、入れればいいんだね。スマホ上で、まあ、できるって感じかな。それか、ここの Windows でも、まあ、LINE もですね、Windows 上にも作れるんですよね。で、テレグラムだと、いろいろ写真を送らなくていいっていうふうになってるんですよね。テレグラムの登録、次はテレグラムの使い方を Windows 版で説明していきますと。はい。インストールが終わりテレグラム。だからテレグラムをダウンロードしないといけないんだね、これ。Windows 版テレグラム、インストール方法は紹介って書いてあるから、まあ皆さんはね、テレグラム、まあそろそろね、テレグラムもインストールしようかなと思ってましたから、入れてみようか。まずパソコン版に入れてみますね。公式サイトをアクセスしようと。だからテレグラムですよね。もう一回テレグラム、Windows ないっすね。ないですかね、テレグラムの Windows 版っていうのはないのかな、今は。どうかな。ここか。あ、ここは、ここですね。で、テレグラム 4PC Mac。ここか。デスクトップ。Get Telegram for Windows ですね。これですね。はい。で、まあ、これデスクトップかな。保存して。で、ここで、ダウンロードしたら開く、押すと。押しとくってことですね。はい。で、これ、イングリッシュじゃなくて、ジャパニーズってあるのかな。ないですか、これ、ジャパニーズは。あ、イングリッシュしかないのかな。ちょっと待ってね。
イングリッシュしかないですね。日本語対応してないんですね。でもさ、日本語対応してないんだったら、まあ、LINE の方がいいような気もするけど、まあ一応日本語じゃなくて英語でいいか。はい、英語、画面表示さ、日本語には対応してないので、英語を選択して OK を押すと、いうことですね。これですね。OK を押して、で、これは NEXT ですよね。で、NEXT。で、はい。インストールされましたと。はい。で、デスクトップセットアップさ、ウィザード。はい。で、これがテレグラムですね。テレグラム。はい。テレグラム、スタートメッセージと。ああ、で、これ、ここで、テレグラムのアカウントを作るってことですね。で、これで、ジャパニーズがもう入ってますから、でジャパンはプラス81なんですよね、国際電話はね。それで最初の0を取るんですよ、090とか080ね。で皆様の携帯電話番号を入れて NEXT ってやると、で電話に、ショートメールが届くからそこのコードを入れてくださいってことですね。ちょっと待ってね。あ、来た来た、13986、13986ですね。で、ファーストネーム、ラストネーム、こうですね。セットアップ、サインアップですね。で、これで多分、一応これで OK だと思う。ちょっと待ってくださいね。トイレ行ってくるんでね。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。ちょっと今休憩から帰ってきたんですが、このラーメン親父って何する気ないんですよね。テレグラムはね、しかも英語だけじゃないですか。だから、まあちょっとどうなるかなって感じです。まあ一応テレグラムの認証と、LINE の認証と2つやってみましょうか。それでですね、ここ、テレグラムに同期するその前にですね、またこれを見てですね、これは何を見てるかというと、ここのこれですね、今すぐマニュアルを見るのやつですね。でこれの続きを見てみましょうか。次にテレグラムに紐付けするか LINE に紐付けするかを選びます。はじめにテレグラムアカウントの登録方法を説明します。テレグラムのインストールとログインを済ませてからこの操作を行ってください。2番のテレグラムアカウントに同期するボタンをクリックまたはタップしてください。画面が切り替わります。ログインアズユーザーネームのところをクリックします。はい、じゃあちょっとね、やってみましょうか。まず、テレグラムは、ここにログインした状態にあるので、いいと思うんだよね、これでね。ちょっとラーメン親父って誰でしょうかね、ちょっとわかんないんですけど、これでですね、これですね、テレグラムアカウントに同期するですね。これを押します。そうすると、テレグラムでログインするお好みの SNS アカウントを登録すると、ログインウィザーテレグラムでこれを押しますよ。あんでこうなるんですね。こうやってまた電話番号を入れたりするんですね。でちょっと待ってくださいね。また映像を見てみましょうか。あなたがユーザーネームでログインしているとき、ウォレットノアブロックチェーン .com からノアパスポートレポーターにリクエストがあったときには、ウェブサイトはあなたの名前、ユーザーネーム、プロフィール写真を受け取りますという確認画面が出てきます。
なるほど。ということは、私はログインされしてなかったのかもしれないね、これね。これですね。ああ、これか。だから、これをちょっと日本語にしてみようか。ウォレットのはブロックチェーンおよび、のはパスポート、ちょっと見えない？大きくしようか。のは、ウォレットのはブロックチェーン .com およびのはパスポーツ、レポートでテレグラムアカウントを使用しますと。電話番号を国際的な、形式で入力してくださいということなので、これもまた、あれですね。最初の0を取って901。皆さん自分の電話番号入れてくださいよ。僕の入れちゃダメだからね。それで次へと。メッセージを送信しました。テレグラムでアクセスを確認してくださいということですね。そして、ここで、あ、これですね。はい、これで、まあ、だからちょっといろんなやり方があるんですよ、これ、テレグラムもね、新しくバージョンが変わったりしてね。だから、そうすると分かんないよね、これね。有事、We disabled a request to log in on wallet Noah blockchain.com with you Telegram account to authorization this request を use the confirm ボタンを押してくれと。で、confirm ボタン 押せば、いいよってことですね。で、まあ、もう一回動画見てみましょうか。Noah Coin のね。あ、ごめん、今英語で言っちゃったけど、わかりましたか？これだよね。Hello, no passport reporter to message you on Telegram. No passport reporter が Telegram であなたにメッセージを送ることを許可するのチェックが入っていることを確認してください。内容を確認したら Accept をクリックします。アクセプトボタンを押すと元の画面に戻り、2番の項目も緑色に変わり、テレグラムに同期されましたとなります。なので、まあ、ちょっとテレグラムの、仕様が変わったのかもしれないんですけれども、これだよね。これですね。これをコンファーム押します。そうするとアクセプトってなってるんで、まあ、アクセプトって受け入れましたってことですよね。これで終わりだと思うんですよね。で、野原のここを見ると緑になるかもしれないですね。ん？ちょっと更新してみようか。あれ？なってないね。もう一回ちょっとやってみるか。はい。アクセプト、もう一回押しましたよ。あ、消えた。なるか？なりそうだぞ。はい。テレグラムアカウントに同期されましたと。OK ですね。で、一応まあ、テレグラムをインストールするのも簡単だったし、まあ、スマホだったらアプリでね、インストールすればいいと思うんですけど、簡単でしたね。まあ、これで、これで終わりです。BTC Next 1番のね、BTC Next アカウントに接続する、接続したよね。これ ID とパスワードでログインするだけで接続されたと。で、2番がちょっとめんどくさいね。テレグラムを、まあ、Windows パソコンだったら Windows のアプリをインストールする。まあ、あとスマホとかタブレットでしかやってなければそっちのアプリをテレグラムインストールしなくちゃいけないし、英語だからね、難しいね。で、テレグラムやってない人は LINE でもいいよってことなんですよね。LINE の場合は、この QR コードを読み取って、友達登録してくださいってことなんで、もう一回ちょっとこの動画見てみようか。以上でテレグラムの設定は完了です。スマホの場合、
アクセプトをタップすると、テレグラムにノアブロックチェーンからログインのリクエストが送られてきました。承認しますか？という内容のメッセージが届きます。コンファームをタップします。コンファームすると、アクセプテッドにチェックマークの表示に変わります。さらに、テレグラムにメッセージが届きます。ログインに成功しましたという内容が届きます。接続が切れてしまいますので、ディスコネクトボタンはログイン中は押さないでください。Chrome の画面に戻ると、2番のコネクトイワテレグラムアカウントのところが緑色に変わり、テレグラムコネクテッドと表示されます。これでテレグラムの紐付けは完了です。テレグラムの場合はすぐに反映されます。設定が完了すると、テレグラムのトークに NOAA パスポートレポーターが追加されます。NOAA パスポートレポーターのトークには、NOAA パスポートレポーターからのお知らせが入る予定です。トークをタップすると、こんな画面になっています。NOAAパスポートレポーターの名前をタップすると、詳細が開きます。NOAAパスポートレポーターのユーザーネームは、@NOAA_reporter_bot です。偽アカウントなどと間違わないように、アドレスをここで確認します。左上の矢印をタップすればトークの画面に戻ります。以上がテレグラムの画面説明です。続いて LINE の紐付け方法の解説をします。画面を少し下にスクロールします。LINE を紐付けするには、登録しているメールアドレス、カスタディオンウォレットの ID、カスタディオンウォレットのスクリーンショット、LINE ID、以上4つの情報を LINE サポートに送る必要があります。See Example をクリックすると、スクリーンショットをどのように撮ればよいかサンプル画像が見れます。このようにメニュー画面を開いた状態の画面をスクリーンショットで撮ります。右側のメニュー画面は画面右上の3本線をクリックすると開きます。ページを一番上までめくると、右上に3本線のマークがあります。3本線をクリックすると、メニュー画面が出てきます。一番上に NOAA ID 番号が表示されています。スクリーンショットの撮影が済んで、画像の準備ができたら、次はサポートに送るメッセージのコピーをします。メッセージをコピーするボタンをクリックすると、LINE サポートに送るための登録メールアドレスとカストディアンウォレットの ID がコピーされます。準備ができたら LINE チャットボタンを押して LINE の画面に移動し、QR コードを読み取ります。BTC Next Official を友達に追加したら、トークにコピーしたメッセージとスクリーンショットと LINE ID を送ります。LINE ID を書き忘れないように十分気をつけてください。
LINE 登録の場合、反映されるまでに時間がかかる場合もあるようです。反映されると全ての項目が緑色に変わります。これで設定完了です。お疲れ様でした。すべて紐付けが終わり反映されるとメイン画面の案内警告も消えて普通の画面に戻ります。以上で操作方法の説明を終わりにします。もう一回見ようか。準備ができたら画像の準備が他のメニューこのようにメニュー画面を開いた状態の画面をスクリーンショットで撮ります。もう一回右側のメニュー画面は画面右上の3本線をクリックすると開きます。ページを一番上までめくると右上に3本線のマークがあります。続いて LINE の紐付け方法の紐付けするには登録しているメールアドレスカスト登録、まあだからあれですよね、カストディアンウォレットの、まあログイン ID ですよね。まあ何て言うかな、まあログインメールアドレスっていうのかな、ログインメールアドレス、もう一回、LINE を紐付けするには登録しているメールアドレス、ここだね、カスタディオンウォレットの ID、だから私でしたら、あ、これがそうなのか、これがあのログインメールアドレスだね、ログイン ID のメールアドレスで、これがノアの ID だよね。だこれをここを写真撮ればいいわけね、まずね、これをね、 LINE 登録の場合ね、もう一回紐付けするには登録しているメールアドレスカスタディオンウォレットの ID、 ウォレット ID、ノアの ID みたいな感じか。 ID ってわかる？あの番号のことよ。はい、3、あとはカスタディアンウォレットのスクリーンショット、カスタディアンウォレットのスクリーンショットってのは写真のことですからね。あのスマホでやるときは電源ボタンと、ホームボタンを一緒に押すんだけど、あの iPhone X の場合はホームボタンないね。どうするんだろうね。ダブルクリックかな、電源ボタン。ちょっとわかんないですね。まあ、ウォレットってカストディアンウォレットのことで、ウォレットの写真ね。写真スクリーンショットっつってね、その言葉一つ一つがもう分かんない時あるかもね。イライラしますよね。 LINE ID、 あと LINE ID ですね。これ自分でインプットするしかないですね。 LINE ID って分かる？自分の LINE ID って分かるかな？分かるよね、みんなね。以上4つの情報を LINE サポートに送る必要があります。あ、なるほど。それで？ See example をクリックすると、スクリーンショットをどのように撮ればよいか、サンプル画像が見れます。ちょっと見てみようか。これか。はあ、なるほどね。こ
これか、このとこね、このようにメニュー画面を開いた状態の画面をスクリーンショットで撮ります。右側のメニュー画面は画面右上の3本線をクリックすると開きます。ページを一番上までめくると右上に3本線のマークがあります。これはスマホの場合か、ああ、あるある、これだ、あ、これに出てくるのね、あ、これに出てくるから、これを写真撮る。まあ、パソコンの場合は左下の FN っていうボタンと右上の右上の方にね、プリントスクリーンってあるんですよね。はい、右上の、右から3番目くらいかな。その2つのボタン一緒に押すんですよ。左下の左から2番目。まあ、これ東芝ダイナブックの場合ですけどね。うん。富士通の場合どうかな。あ、FN、一緒ですね。FN と、プリントスクリーンってやつね。ああ、ちょっと違いますね。キーの配置がちょっと違いますけど。またスマホで写真撮ってもいいんじゃないですか、これ。スマホでこういうふうに、こういうところ。これですよね。このウォレット ID のはなんとかってやつね。まあ、これでもいいと思うんだけどね。ここにも書いてあるから。456-6912814。一緒だもんね。あとメールアドレスもあるからね、これね。まあ、ただ、これを見ると、右上をやってくださいってことですよね。うん、あとは？3本線をクリックすると、メニュー画面が出てきます。一番上に、ノア ID 番号が表示されています。スクリーンショットの撮影が済んで画像の準備ができたら、次はサポートに送るメッセージのコピーをします。うん、あ、ここを押すと何かあるんだね。これか、データがコピーされました。あ、で LINE でね、送るんだね。まあ、これはスマホでやって行った方がいいかもしれないけどね。まあ、パソコンでもいいと思いますけどね。ただスマホでもいいかもしれないですね。メッセージをコピーするボタンをクリックすると、 LINE サポートに送るための登録メールアドレスとカストディアンウォレットの ID がコピーされます。準備ができたら LINE チャットボタンを押して LINE の画面に移動し、 QR コードを読み取ります。 PTC NEXT オフィシャルを友達に追加したら、トークにコピーしたメッセージとスクリーンショットと LINE ID を送ります。 LINE ID を書き忘れないように十分気をつけてください。 LINE 登録の場合、反映されるまでに時間がかかる場合もあるようです。反映されると、すべての項目が緑色に変わります。これで設定完了です。お疲れ様でした。すべて紐付けが終わり、反映されると、メイン画面の案内警告も消えて、普通の画面に戻ります。以上で操作方法の説明を終わりにします。はい、ということで、結構簡単といえば簡単ですね。ただ分からないと分かんないですね。はい、それで私も警告が消えましたね。一番上ね、警告が消えました。ニュートークンアンロック、どういうことですかね。ロック解除されたってことか。まあ、ちょっとやんないとダメだね、今の作業はね。あんた、ここのページはもう来れなくなっちゃうのかな。まあ、
LINE はちょっとめんどくさかったね、 LINE だとね、うん、写真撮ったりで、本当に多分事務局の方も手作業でこれウォレットとね、あの BTC ネクストとここら辺の情報を紐付けるわけだから、本当にこう紐付けられるのがいつになるかだよね。また忘れられちゃうかもしれないから、まあテレグラムは簡単でしたから、まあテレグラムでね、あの承認す認証するのもいいし、まあ両方やってもいいかもしれないですね。テレグラムと、まあどっちかでいいのか、テレグラムだけでいいか、まあちょっとね。まあテレグラムやってないから、まあ LINE つって、まあ LINE やってない人はね、LINE を今から一から口座開設するのは本当大変ですからね、LINE はね。なので、まあ、テレグラムは口座開設の簡単でしたから、まあ、テレグラムの方がいいかもしれないね。ただ、英語だからあんまり実用性はないかもしれないですけども、まあ、あの非常に簡単に、ノアコインを、ノアコインのね、今回の紐付け問題を解決することができました。この動画がね、参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは何かわからないことありましたら、私まで LINE とか、携帯電話でね、あの電話ください。 090-1218-1504 です。それでは失礼します。